ぶっ殺すぞ。君、死刑ね。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。うわぁ、お花だ。綺麗。じゃあ、廃棄のおにぎりでキャッチボールしながら、政教分離について語ろうぜ。動画上げて炎上しようぜ。そして、東京のみんなにはこちら。花から敬う気がねえんだよ。最近の老人は主語がでかくて参るよ、ほんと。ほら、おじいちゃん、散歩の時間ですよ。昼ご飯はさっき食べたでしょ。これを菊水庵菊福、仙台名物、超うまい。僕のおすすめはずんだ生クリーム味。この人、土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。土産じゃない、菊福は他のお土産とは。手出して、ほら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 、僕はこのまま握手してもいいんだけど。断る。照れるなよ、こっちまで恥ずかしくなる。ああ、目標は具体的な方がいいでしょ。いやー、連れてきてよかった。僕の言う通りにしろ。流れるままに。だからなあ、ナミ、お出かけしよう。いえ、遠慮します。気安く触らないでもらえるかしらん。泥棒猫ちゃんたち、めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。五条悟の大好きなところで山手線ゲーム全部イエーイ、一件落着。